さあ、山田秀明選手です。さあ今回ドリームレース、はい、ありがたいです。ありがとうございました。どうよ気分は。いやもう気持ちいいです、ねはい、それもなんと1票差。そうですね1票差です ね, ね、はい、諸橋と1票差で9位と10位ってのはなんかやっぱ違うよね。いや全然違うと思います。やっぱドリームすごい名誉なことだし、ね、この1票がすごいこうありがたいです ね, ねやっぱ普段の競争を認められたと、はい、なんかこうお客さんにすごい見てもらってるこうのが嬉しかったです ね, ね、はい、あのやっぱりドリームレースは何かしなきゃいけないね。そうですね何かしますね、はい。まあ、これ当然あの5着権利で、はい、あのシャーニングスター賞ってあるんだけど、はい、それ以上になんかせっかく選んでいただいたら、はい、あのこれが山田秀明だっていうレースを、はい、そうですねそこはあの絶対やろうと心がけてます、ねはい。まあ、あのもし仮によ、はい、仮に 6着以下になっても、はい、まだやり直しが効くわけで、はい、二次予選でまた勝ち上がってくればいいんで、はいね、大丈夫です、うん、そういう意味では非常に気楽に、はい、そうですねもう全然気負いなく頑張りたいです、うん。まあ、でも一応プレッシャーは若干あるの。あなんかこう名誉なことだなっていうのがすごい嬉しくて、うんまあ、その中で戦えることがこうなんか自分にとって嬉しいなっていうのはあるんですけど、うん、気負いは特にないですね、うん、なんかようやくここまで上がってきたぞみたいなところは結局やっぱこのメンバーで勝たないとダメなんで、うん、その分あなんかいい機会がもらえたなと思ってます、はい、そうだよね優勝もないもんねこれ勝たないとねこういうメンバーでそうですよね、はいうん、じゃあ決意をちょっとカメラにはいドリームレース必ず自分らしさを出してあの勝ち上がっていきたいと思うのでまた応援よろしくお願いします、ね、あの九州唯一だからいや最近中川さんもドリームああドリームですね、ねはい、あの匠が、ね、園田がオリオン乗ってあそうですねで誠一郎辞典オリオン辞典ですか確かオリオン辞典かな特選だ特選乗ってんのかなあでも今の中川さんやったら、ね、めちゃめちゃ強いしね一発ねはい、どうしたのかなあいついや最近なんかセッティングがすごい噛み合ってきたっていうのを話聞かせてもらってでちょっと試しているところもあるみたいなんですけどなんかすごいまとまってることは言ってました、ねはい、あれぐらい毎回思い切って言ってくれるといいのにねその先輩なんで何とも言えないんですけどやっぱ中川さんの足は他の人たちは違うんです、ね、いや、はい、本当にねあの脚力だけは超一流なんであとは気持ちねそうなんですか ね, ねいやだと思うよあれで気持ちが伴えばさ、はい、あのいつでも勝てる選手なんだけどね、まあ、そうですねもうタイトル今回中川さん取ってもおかしくないような足なん で,、ね、で一緒に練習したりすることあんの？あの去年のオールスターの前に熊本で練習させてもらいました、うんはい、どうだったその時は7割ぐらいの仕上がりでめっちゃ強かったです、うんね、あいつトレちゃんなんだ な, さんないやいやいやあのすごい強いですよ噛み合えば、まあ、半端じゃないです、はい、じゃあ負けないように頑張ってはい僕も頑張りますので、はい、よろしくお願いしますはい、山田君今回頑張ります